クレリツクレナイは、中華人民共和国の環境保護活動家、チャンス賞技工士集哲鎮在中。十数年来太古の環境保護に尽力し、環境破壊の状況を詳細に記録し、企業と行政が結託しては環境を犠牲にして、不法な利益を求める内幕を告発してきた。かつて中国のメディアに太古英史と称用された。1九9九年初めに発生した、 太古水域の深刻な汚染により、環境問題に関心を持ち、環境問題を中国メディアに告発した。それにより、中国政府は調査を命じたが、地元政府は経済利益を優先した結果、環境破壊に関する情報公開を怠った。2007年5月29日、太古に青子が異常発生し、無職死で、 ひどい悪臭で水を飲むことができない事態が発生した。それと同時に、市外にある大型スーパーのミネラルウォーターが一斉に売り切れた。人々は先を争ってそれ以外の飲料や食料を買い漁ったとメディアは報じた。後は取材に対し、汚染企業と結託した地元政府が環境問題の報道を隠蔽し、環境活動家を迫害していると語っている。 2007年8月10日、クレは地元裁判所で詐欺罪と脅迫罪の容疑で有罪とされ3年の禁固刑を宣告された。5は当時上州市の囚人設備会社から受け取った1万5000円はこの会社の製品の販売を仲介した手数料であると説明、市中自身の無実を強く訴えていた。また、拘禁されてから5昼夜連続で警察に 拷問されたと訴えたが、裁判所は、証拠不十分として、訴えを却下した。2010年4月12日、クレは、景気満期で出国した。独自の取材によると、逮捕の状況は改善どころか悪化しており、自身は出所後も地元政府の圧力により失職して、収入を絶たれ、自宅前に監視カメラを設置されるなどの迫害を受けているという。後は、取材に対し、 服役中何度も、獄中で腕を縛られて吊るされるなどの虐待にあったと、話している。ありがとうございます。